首元はあんまり関係ないかな、ワンコの場合は。冷たいよ。ああ、大好きなお店が一個またなくなっちゃった。また3日後だからいつだ。かなり辛いよ。馬からしじゃ、馬推しじゃないよ。おはようございます。昨日遅かったんで今日はゆっくりでございます。昨日はね、ミミちゃんのお散歩も夜連れて行けなかったんで、今日は元気に歩ってます。今日はね、言われるがままに連れてってあげようと思ってます。さあ、どういうルートになりますから。涼しいね、いい風来るね。もうずっと入れないんだよ、行くよ。ああ、暑くて待ててます。じいちゃんもこんなに汗かいちゃいました。暑い。みーちゃん、どこ行くの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんか気になる匂いがあるのかな。日向行くの。日陰にいようよ、もう少し。ね、ここの公園涼しくていいね。宮崎辛麺、馬押し辛麺、唐辛子に顔がついてる。大丈夫かな。ミミちゃんと遊んじゃったんでちょっとお湯吸っちゃったようですが、いただきたいと思います。ミミちゃん、これはダメだね。うま辛じゃない。あら、お口の中ヒリヒリ。ミミちゃん、ダメだこれは。かなり辛いよ。うま辛しじゃ、うま押しじゃないよ。まあでも、ね、完食したいと思います。はい、どのくらいでしょう。一眠りしちゃいました。冷まそうと思って。まだちょっと温度はあるんですけれども、だいぶ冷めて伸びたら食べやすくなりました。このぐらいじゃないとね、喉通らないです。うん、このくらいでうま辛ですね。ちょっと甘みがあるかな。甘辛い感じのような。いや、辛いよやっぱり、うん、最後まで食べれますかどうか。多分ここまで30分ぐらい経過してます。はい、ごちそうさまでした。ほんと残ってますがもう飲めません。はあ、辛かったです。やっぱこの辛さを察したのか、ミミちゃんは来ませんでした。ごちそうさまでした。宮崎辛麺、辛いです。あ、船茶屋です。今日も車ないからウタリンはいないかもね。宇沢さんいないのかな。今日明日までなのにな。ねえ、今日はまだお客さんいない。9時からまだやんないのか。品物もないね。3日後だからいつだ。はい、おばちゃん。はい、皆さん。よかったね。みんなお尻向いちゃってるね。みんなこっち向いてる。はい。ラーちゃん。ラーちゃん。もうね、ラーちゃんも目が見えなくなってきてね。うん、ね、だんだんしょうがない。じゃあまたね。またね。どうもすみません。あっち側で会えるかな。そうかもしれない。どうも。どうも失礼します。ミミちゃん、今日はね、なんかね、海老川沿いをぐん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 引っ張ってずっと登ってきました。結局和子さんの実家の方まで引っ張られちゃいましたね。お友達にも会えたね、今日がね。よかったね。いや、さっきはあんだけね、帰る方向に行くの嫌だ嫌だって引っ張ってたんですけれども、お友達会えたらもう帰る方向に普通に歩いてくれてます。
海ちゃんバテちゃってます。暑いね、バテちゃったね。でいつも今まで5分ぐらい抱っこしてたんだけどね。暑いね、抱っこしてたからなおさら暑かったかね。首元はあんまり関係ないかな、ワンコの場合は。冷たいよ。少し休もうね。あっちあっち。はい、川辺まで降りてきました。なんだ、草食ってんのか。みーちゃん、草食うのもほどほどにしてください。また家するよ。すごい勢いで食ってるね。大丈夫かな、ここのは綺麗かな。本当にずっと食い続けるな。大丈夫なのか、みーちゃん。ほどほどにしなさい。よく食うね。はい、お疲れ様でございました。帰ってきました。はい、船茶屋寄りましたね。のりちゃんに会えました。お話もできましてね。はい。まだ改装中だったり、いろいろ、まあ今後も会えなくはなさそうです。宇沢さんにはちょっと会えなかったんですが、よろしく言ってくださいってことで伝えてまいりました。何回行けたかな、船茶屋は。でやっぱあんみつ食べたかったんだって言ったらね、なんかすごい人気だったらしくて、あれ仕込みが間に合わないとか言ってらっしゃいました。はい、ねえみーちゃん残念だったね、食べれなかったけどね。はい、ということでございまして、明日までうな茶屋ありますが、明日行けるかな、ちょっと分かりませんね。はい、まあ大好きなお店が一個またなくなっちゃった。だから新生ふなっしーランドに期待したいと思います。みーちゃんすごい勢いで食べてるね。さっき道の真ん中でゲーしちゃったんだよね。あの草食べた後に。やっぱりダメだったんで、あそこで食べちゃう。はい、というわけでございました。また明日もよろしくお願いします。ではでは。